与党で過半数を目指す政権選択の選挙という位置づけの中でこの結果を出せたということはまず良かったと思います。また我が党の議席いずれも小選挙区比例区接戦のところがありました。これはもう私も含めて我々の努力が至らなかったとつくづく反省をいたしております。野党の分裂がこの立憲民主党に支持が集約されていったというところ、ここを跳ね返せなかったというところは非常に反省すべき点だと思います。政治は結果が問われますので、これからその有権者の方々に党全体として、また連立政権として主張したことをやり抜いて結果をお示ししたいと思っています。